皆さんこんにちは。今日は東京駅に来ております。今日日付は2022年12月30日、現在の時刻は午前中、まもなく11時になろうとしています。東京駅周りを見ていただきますと、キャリーケースを持たれた方っていうのもところどころいらっしゃいまして、本日は帰省ラッシュの真っ只中となっています。帰省ラッシュ、年末年始は2022年の12月29と30日が東京から出発する側、そして2023年の1月の2日と3日が東京に帰ってくる側、つまり上りのラッシュになっています。で、まあ、本当に多くの方が移動されるということで、新幹線やバスや飛行機っていうのを大増発をしているんですが、まあ、普段はなかなかに忙しくない新幹線っていうのをめちゃくちゃ大増発をしていまして、そして今回は皆さんにそんな帰省ラッシュ大増発をしている新幹線の中でも特に忙しい新幹線の様子を皆さんにご紹介してみたいと思います。さあ、一体どんな様子となっているんでしょうか。では今回もよろしくお願いします。はい、ということで東京駅の中に入ってまいりました。いや、本当ガラガラの方がめちゃくちゃ多いですよね。みんな奥の方、新幹線の方に向かわれているんでしょうか。こうなんか一つの人の流れができているんですが、普段も結構混んでいるんですけれども、やっぱりこう年末年始となるとお客さんの雰囲気がやっぱり変わりますね。今日は逆にスーツの方っていうのはほとんどいらっしゃいません。まあね、これがやっぱり年末年始かっていうことで、いやいやいや、駅弁屋さんとか特に混んでいますね。待ち合わせ場所にも一苦労しそうです。奥の方にやってきますと、なんか看板持ってる人が立ってますね。東海道山陽新幹線自由席と書かれています。これ東日本なんですが自由席ってことで、そうなんですよね、東海道新幹線は1号車から3号車つまり新大阪寄りが自由席になっているんで、こっちから入ってしまうと結構混雑してしまうというわけで、あえて右手側の品川寄りから入ってねってことで看板を持っている方がいるみたいです。さあ、じゃあここまでやってきたので新幹線の状況、本数の状況を見てみたいと思います。はい、というわけでこれをご覧ください。東海道山陽新幹線でございます。この後3分間隔で新幹線が出ていくんですよね。51、54、57、11時、11時3分ということで、現在は東海道山陽新幹線もう本当に帰省ラッシュ対応ということで、のぞみ12本ダイヤが組まれております。1時間にのぞみが12本、こだまが2本、光が2本の16本が今東京から名古屋方面に出ています。で、どうやってホームをさばいているかっていうと、このように14から18と書かれているんですが、東海道新幹線は東京駅に6個ホームを持っているんで、16本の新幹線を6個のホームでさばいているのが東海道新幹線です。一方で右手側をご覧ください。こちら側には東北新幹線系統の新幹線入っているんですけれども、まずこの間隔というか、やってくる新幹線は東北、山形、秋田、北海道、上越、北陸といった具合に、まあ、非常に多くの種類があるっていうのがまあわかると思うんですけれども、まあ、それぞれ別に違ったフォームというわけではなくって、まあ、同じような20番線から23番線で取り扱っていると。で、本数でございます。これがまた多いんですよね。わかりますかね。52、56、11時、4、8、16、まあ、ここだけなんか8分間隔ですけれども、この上全部4分間隔ということで、なかなか東海道新幹線に迫っていると、まあ、普段ではあんまり本数が少ない東北系新幹線系統なんですが、今日は本気でございます。で、一体じゃあどういう風な時間で走っているのかっていうのと、あとはどれぐらいのホームでさばいているのかっていう話なんですけれども、まあ、これをご覧いただきますと、まあ、大体4分間隔なんで1時間に15本の新幹線が出ていると。で、それを何本のホームでさばいているかっていうと、なんと4本のホームでございます。15本を4本ということで、これめちゃくちゃ厳しいのお分かりいただけますでしょうか。さっきのぞみ12本ダイヤって話をしたんですが、12本ダイヤの東海道新幹線は16本の新幹線を6本のホームでやりくりするんですが、東北新幹線は15本の新幹線をわずか4本のホームでやりくりするってことで、そう、これが今回皆さんにお伝えしたかった日本一忙しい新幹線の、まあ、正体ということでございます。まあ、普段は結構ゆったりしてるんですけれども、なかなか。というわけで今回のテーマは東北新幹線でございます。私、まあ、せっかくなんで東海道新幹線も含めた改札等々の状況は見ていきたいと思います。このように僕が今いるのが東海道新幹線の中央乗り換え口となっているんですけれども、いや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 、これはねすごいですよね。
人がこうブワーっとこう並んじゃっていまして、この右奥の部分っていうのが分かりますかね。おいしょ、あそこに指定席券売機があるんですけれども、指定席券売機の場所にですね、そもそもこれ行くことができないんですよね。いや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 、ちょっとちょっとってことで、あそこなんですが人の波に飲まれちゃいそうで、なかなか厳しいですよね。いやこれは大丈夫かなっていう現在状況でございます。ただしあの右奥の EX の受け取り専用はそんなに並んでいないんで、まあ、あそこがちょっと穴場っぽいですよね。で、奥側の方に行ってきますと、ですね、こっち側に指定席券売機っていうのが用意されているんですけれども、これもねめちゃくちゃ並んでるんですよ。なので今からチケットを買おうっていうのはちょっと得策ではないですね。というかそもそも東京駅で切符を買うんだったら近隣神田とか有楽町にも券売機はあるんで、ぜひそこで買っておくことを強くお勧めしたいです。そして新幹線の売れ行きですが、これですね、のぞみ12本ダイヤを組んでいる東海道新幹線、グリーン車も含めてオール満席でございます。バス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 とかね、特にこう1時間じゃないですね、5本連続でのぞみが来る時間帯もあるんですが、全部バスと。東北新幹線も同じです。やまびこ那須のはやぶさという感じで、特にはやぶさ1時間に2本ぐらい走んないはやぶさでも立ち食い感覚が出る時間帯っていうのがあるんですが、全部バスですね。そして右手側、浅間トキ白鷹含めた北陸上越新幹線、特にこの11時40分と44分なんて、あの時がなんと4分間隔で出るなんていう恐ろしい時間になっているんですが、全部バスということで、さすが帰省ラッシュ恐るべし、うわーね、とんでもない状況、これはねぜひ皆さんにお伝えしたかったんです。じゃあホームの様子もお届けしたところで、早速東北新幹線のホームに入りまして、一体15本の新幹線をどのようにさばいているのかっていうのを見ていきましょう。はい、ということでホームの上に上がってまいりました。まあ新幹線がいろいろと止まっているわけなんですけれども、今僕がいるのが新幹線の9号車という号で、グリーン車のホームですね。でこの後新幹線11時発の新幹線止まってるんですが、3分前でまだ乗車できていないということで、これは結構激しくはないでしょうか。そしてグリーン車ですけれども、この混雑とこの列ですよ。いや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 、これね、あの奥まで続いてるんで、まるで自由席かのようなそんな状況になっています。そして新幹線この後の流れなんですけど、これですね、だいたい00-20-36と左側は8-24-40ということで、多分これ1本のホームが出発して次の列車が出発するまで16分かなっていうのがギリギリというか限界なんでしょうね、この16分、でこれで4つのホームをやりくりしてるってことなんでしょうか。でちょうど出発の3分前に扉が開いて、ようやく乗車ができるということになっているみたいです。はいはい、ということで少し前の方に移動をしてみているんですけれども、これですね、自由席の混雑、いやここはまだ指定席なんですけれども乗れてないんですよね。いや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 、デッキ運が混雑しまくっているみたいで、なんと車内にこれ入れていないという感じで、いやこれは厳しい。今日はやまびこ号は、まあ、普段は1号車から5号車だったり4号車だったりが自由席になるんですけれども、3号車、まあ、要は一番少ない両数に組まれているんですけれども、これね出発のこれベル鳴ってますよ、鳴ってるんですけれども、なんと乗れていないで、まあ、駅の方が、先発の列車は何々ですよみたいな感じでこうなんか掲示するものを出しながら人を今誘導してるんですね。いやこれはすごいね。で、はやぶさ号も、まあ、要は自由席じゃなくって指定席が全部売り切れた場合は立ち席っていうのが販売されるんで、まあ、多分、まあ、それで乗る方も多いのかなってことで、めちゃくちゃ並んでますね。いやこれ自由席も含めてデッキ全部立ってますからね。いやこれはきついな。いや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 、結構な限界状況になっています。はい、でまあなんとか今ドアが閉まったわけなんですが、いやーこれは本当に激しすぎますね。でちょうど反対側には今郡山行きの那須野号が止まってるんですが、これの自由席もですね、もう混乱してますよ。
この後の白鷹かの列にもなっていると思うんですけれども、もうねとにかく混雑、那須野港がデッキ含めて満席なんてことは僕見たことないんですけれども、とにかく大変な感じでございます。今はちょうど新幹線が出発をしていって、まだ奥の時はドアが開いていないという感じなんですかね、でも出ていった瞬間に次の工事される方っていうのがこう待機してるってことなんで、多分またはやぶさになる列車が帰ってくるんでしょうね。はい、じゃあまあちょっと東京駅、東北新幹線もカオスになっていることをご紹介しましたので、端っこに行って新幹線のじゃあ流れをご紹介したいと思います。これちょっと今ホームの端っこに行く前にちょっと見ちゃったんですけれども、那須の方って自由席が1から8とか1から7みたいにめちゃめちゃ本数が多いイメージがあったんですが、これ全然そんなことないですね。なんと4号車までが自由席ということで、那須の方もガチですね。いやこんだけスペースが大量に売るんだっていう、まあでもそれでもさっきバツバツだったんで取れないわけなんですけれども、那須野号もとんでもない状況になってますね。ということでホーム端っこまでやってまいりました。ご覧ください、奥に今イーゴ系の新幹線がいるんですけれども、このように線路っていうのは2本から4本に分かれていると、ただその4本だけなんですよね。奥側に渡りのポイント、クロスのポイントが用意されているわけなんですが、この4本の線路で確かに15本の新幹線をやりくりしてるっていうのが結構な限界状況かと思います。いやいやいや、で今こうブル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 音が鳴っているんですけど、じゃあまあちょっとこの角度で見ながら新幹線が一体どのような動きをしていくのかをここから見ていきたいと思います。という号でさっきめちゃくちゃ混んでいた那須の257号郡山駅が今20番線から出発をしました。これで4つあるホームのうち多分20番線が今これ空いたんですよね。ということで、ここでまず1本行きまして、でこの後はまだ新幹線が動きはないみたいなんですけれども、とりあえず今1本出たと。でも4分間隔なんでまた次の新幹線も動くはずなんですよね。さあ一体次はどこがどう動いていくんでしょうか。はい、ということで今先ほど新幹線が出ていったばかりなんですけれども、もうすでに次のアナウンスがこれ入ってきてるんですよね。当駅止まりなんていう風に言ってはいるんですけれども、そうですよね、もう5分と経たずにというか1分ぐらいで次のアナウンスが入ってきています。おい、ということで奥側奥のポイントをガタガタとこう渡りながら入ってきましたね。いや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 、まあ要はあそこのポイントさえ超えてしまえば多分問題なく新幹線が入ってくれるってことだと思うんですけれども、今新幹線がこうバットをこう出発をしまして、よいしょということで左手側にやってきたのが浅間ということで、浅間で来て白鷹で返していくということみたいなんですけれども、いや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 、だからホームの空き時間がわずかもう2分ぐらいっていうことですよね。いや違う、これ W って書いてありまして、W7 系か西日本の車両なんですけどが今左手側に入ってまいりました。これで20、21番線がまた全部埋まったことになります。続いて奥、今23番線から配送の新幹線が出ましたよ。はい、というわけでなんか一部の列車は動くんじゃなくて配送ってこともあるみたいですね。多分さっき新幹線が出てきたばかりだと思うんですけれども、まあ、その後の回送なんで、多分またこれも4分間隔か。いやね、今出ていったわけなんですけれども、多分こうやっぱり清掃とかがないんでまだマシなのかなっていう状況かとは思うんですけれども、今ね23番から回送が出発をしていってホームが1本空いたと。そうするとまた一つ今放送がこう流れてきてるんですよね。というわけでまた多分奥に入ってくるのではないでしょうか。はい、ということでやはり来ましたよ、奥から新幹線でございます。これは何かな、多分 E5 系の車両なんで東北新幹線系だとは思うんですけれども、今新幹線がこうやってきて、あらドアがね、相手もまだ降りれないようなって言われてるんですけれども、一番奥かな、どっかな、23番線とかな、今新幹線がやってまいりました。いやいやいや、ということで出て行ったとこにまた新幹線が来たってことですよね。いや余裕が全くないですね。いや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 、ということで今新幹線が奥に入ってまいりました。というわけで奥側新幹線 E2 系が出ていきました。時号の新潟行き390何号とか言ってましたね。なかなか数が大きいかと思います。
いやいや、ということで手前側の今22番線から新幹線が1本出ていったっていうことになるわけですね。でこれで今1本ホームが空いたことになりますね。さあこの空いている時間は一体どれぐらいになるんでしょうか。さあということで新幹線やってきましたね。今時号が出発をしていった場所なんですけれども、多分これでポイント、あ、渡りましたね。ってことは22番線か。いや、だから時が今出てったところに再び入ってくるってことですよね。いやーすごい。だから要は出発していってまだこれ2分ぐらいしか経っていないんですけれども、奥に E7 系かな、 W7 系かな、どっちかな。これは W って書いてあるんで白鷹か輝くになるやつだと思うんですけれども、が入ってきたということで、いやいやいや、ホームの今22番線の空き時間は約2分ということになりますね。いや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 、早い早い早い。いや本当にね、本数がすごいことになっていますよ。でようやく今手前の21番線の新幹線が出発をしていくということで、ドアが閉まりました。小町とはやぶさの21号という名前みたいです。全部満席なんですけれども、手前側のところなんか指定席窓側が空いてますね。まあ多分仙台でももうバスだったんで、上野とか大宮に乗ってくるのかな、まあ、必ずしも東京で小町側が全部満席になるっていうわけではないみたいですね。はい、というわけでまたですね、新幹線が1本出発をしていきまして、果たしてこの後この目の前の21番線のホームっていうのが何分後にやってくるんでしょうかね。ちょっと見てみましょうか。はいはいはい、はい、というわけで今1本出発をしていきました。小町21号の手前側はさっきちょこっと見えていたんですけれども、新青森行きなんですが、 H5 系 JR 北海道の新幹線となっておりましたね。ちょうどさっき西日本の新幹線もいたんですけれども、次は北海道の新幹線なんていうのもここで見ることができました。はい、でこれで新幹線がこう出発をしていきますと、奥側で待ってるかっていうと、まあ、そういうわけではないみたいですね。まあ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 、まあ、でもじゃあこの後一体何分でここに入ってくるんでしょうか。はい、で今は新幹線11時20分に出発をしたんですけれども、出発してからだいたい2分ぐらいで次のアナウンスが入ってきて、奥側を見ていただきますと、どうやら入ってくるみたいですね。 E5 系がまたこちら側にやってきております。わずか2分の余裕ですかね。いや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 、また来ましたよ。でまあこれで多分入ってくるんで、またこれで折り返しをしていくと思うんですけれども、でさっきこう行ったばっかりのホームなんですけれども、もう新幹線がこれで入ってきて36分発ってことはわずかこれ15分ですか。いや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 、これも激しい。というわけでとりあえず新幹線が出て行って2分後にすでにこのホームに入ってきました。やまびこ54号として東京に入ってきたみたいです。でこれが入ってくると間もなく発車ですということで、白鷹号か、さっきの W7 系かなが出ていくってことなんで、まさに4分間隔ですね。いや左側の新幹線、いやのぞみ16本、ねえ、のぞみ12本含めて東海道新幹線16本走ってるわけなんですけれども、やっぱりホームがあと2つあるって大きいですよね。はい、ということで今ベルが鳴っているんですけれども、ベルが鳴りながら少しでも空いてるところから乗ってねってことで、多分白鷹号さっきの場所なかなかこう人が入りきれてないんでしょうね。いやいやいや、なかなか多分これ激しいことになってると思うんですけれども、ベルが鳴って24分にこれね出発をしたいんですけれども、ドアがね閉まれないということになっているみたいですね。いやいやいや、この4分の遅れで、4分の遅れじゃないですね、4分間隔の新幹線を円滑に走らせないと、次の新幹線わずか2分ぐらいでホームに入ってきますからね。いやそうも簡単にはいかないぞってことなんですけれども、いや自由席事情は結構激しいことになっていそうですね。はい、というわけでなんとか自由席の案内が終わったんでしょうか。11時26分、これはもう遅れですね。遅れをもって白鷹561号金沢行き W7 系の新幹線が出発をしていきました。やっぱり東京駅の出発の時点では全部混んでいませんね。というわけで20番線が開くわけなんですけれども、この後じゃあ何分で次が埋まるのかなってことで、右手側にもう出待ちしてるのかなと思ったんですが、あ、来ましたね、やはりこれですよ。はい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 、奥側にも E7 系がこれ来ていまして、多分ポイントの手前で動けなくなってるわけじゃない、あ、いや、ゆっくりゆっくり走ってますもんね。
本当はホームに入りたかったんだけども入れないぞってことで、多分これ入り待ちかなというわけで、これ今新幹線が出ていったじゃないですか。で出て行って後で右側にこれ待機している新幹線が多分これ20番線にこれ入ってくると思いますよ。いやいやいや、やっぱりね、この4分間隔で新幹線を4本でやりくりするためにはこれがないときついですよね。ということで奥側で今これ新幹線が止まっちゃっております。ちょうどポイントなんで、ポイントの手前をうまく使ってってことなんでしょうか。で今これ新幹線がこう止まっていて、これまだ動けないですね。信号的にはダメなのかな。あ、音楽が流れてきましたね。今音楽が流れまして、20番線なんであれですね、あの新幹線が入ってくるんですけれども、まだ動けておりません。東京駅の手前での待機中です。はい、というわけでなんとか動けたのかな。奥からこうゆったりゆったりと新幹線がポイントに向けて走っておりまして、これで左手側に入ってくると。で折り返し11時40分なんで、28分ぐらいに入ってくるからわずか12分ぐらいで折り返すという号で、いや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 。でね、今これ新幹線がポイント当たって入ってきているわけなんですけれども、時間見ていただきますともう11時28分、次の新幹線のこれ出発の時間なんですよね実は、というわけで次の新幹線の出発を待たせているわけです。右手側に23番線からはやぶさ号が本当だったら出たいんですけれども、これ出れないんですね。やっぱりこれ入ってくるやつを優先してあげるということで、出発優先というわけではないみたいなのかなだと思うんですけれども、とりあえずこの時っていうのも多分到着が遅れていると思います。待ちで遅れて列車が入ってきて、その後でベルが鳴って左側はやぶさが出発をしていくという感じですね。なのでもうこの段階で列車は29分間にならなくなろうとしているので、奥のはやぶさ号も1分遅延となるわけです。もう1個遅れたらもう連鎖的に遅れていくというわけですね。はい、というわけでようやく左手側の23番線からはやぶさ号が出発することができました。389号ってことで、まあ、めちゃくちゃ大きい番号、臨時列車ですね。なのでこれ本当に4つホームが揃ってる時間帯っていうのも全然ないわけで、いや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 、本当激しいですね。でこれもだから結局1分半ぐらいの遅れで出発をしていったよってことになります。でこれが遅れるとまた4分後にもう新幹線は出発をしていきますし、この奥のポイントっていうのも次の新幹線がやってこなきゃいけないんで、これもまた混雑をするよっていう、めちゃめちゃな結構限界状態になっているわけですね。はい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 。で、あ、ほら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 、わかります。今 E5 系が出発していったんですけれども、またポイントの奥の部分で E2 系がこれゆっくりゆっくりところ入ってきまして、これ待ってるんですよね。いや、そう簡単に次が入れないってことで、いや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 。でこれで多分行っちゃってポイント OK というか信号 OK みたいな感じになって、今出発した多分23番線に入ってくるんだと思うんですけれども、 E2 系が入ってくるっていう流れですね。はい、というわけで奥の新幹線がポイントを渡りまして、23番線に E2 系の新幹線が入ってきました。はい、やっぱりこれも1分ぐらいは遅れてると思います。待ちですね。で今これが入ってきて、でそうすると次の時間帯ってことで、よいしょ、もう32分が迫ってるんですよね。もう次の新幹線が出発、あ、これは回送なんだ、車庫から来たのかなだと思うんですけれども、もう次のこの22番線の浅野号かの出発の時間になってるんで、はてはてって感じですね。これわかります？左側のこれ14番線に回送の N700 系が止まってるんですけれども、こっちの東北新幹線がジャカジャカ動いてる間に東海道新幹線は動かなくてもいいというこの余裕ですね。いやあ、でこれでベルが鳴って浅間号が出発できるって流れみたいです。はい、というわけで今ようやく左側の W7 系を使った浅間号が出発をしていきました。ということで到着をしてから15分ぐらいで折り返し、列車を降りてお客様が降りられてお掃除をして次の新幹線に出発をしていくというわけなんですけれども、ね、まあ本当にヘビーローテーションですよね。でまたこれがね出発をすると次は36分なんで、これも結局2分ぐらい遅れているわけなんですけれども、そうすると次の新幹線も2分後ぐらいに入ってくるってわけになって、今はまだ次の新幹線はちょっと待機はしてないかなだと思うんですけれども、まあ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 、でもね、また次の新幹線たちが待っているって感じになります。はい、というわけで今新幹線が出発をしまして、奥側はもう白鷹号と言っていますので、 E7 系か W7 系の新幹線がこれまた入ってまいりました。
はい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 、というわけでまたこれも余裕がないわけですね。21番線山美高校まもなく段が開きます。本当はそっか、手前の方にやってきたので、あ、違うか違うか、合ってる合ってる。お待たせいたしました、どうぞご乗車ください。21番線11時36分発山美高校59号盛岡行きです。いやー、これは F って書いてるから3号車となっております。いや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 、そしたらこれまた白鷹って言ってるんで、またあれですね、金沢方面に行く新幹線、普段は30分とか20分に1本ぐらいしか走らないんですけれども、多分10分間隔くらいで白鷹号っていうのも出ているということですね。いや忙しい。でも東京方面に入ってくる新幹線はやっぱり結構ガラガラなんで、今日は帰省ラッシュっていうのがこういうのでもお分かりいただけるかと思います。はい、というわけであちらの新幹線がまだこう動いている間に次の新幹線のドアの閉まる音が鳴ってくるということで、これは、21番線かな。なのでこれさっきね出発をして、次新幹線が入ってきての出発だと思うんですけれども、これで出発していくということで、まあ、本当にわずか15分ぐらいで次の新幹線が出ていくということですよね。確か、あ、なんか指定席誘導とか言ってますね。まあ、要は普通は自由席っていうのを持ってる人は自由席でしか普通はその車内の中には入っちゃいけないんですけれども、こんな感じで4号車5号車の指定席もどうぞってことで、あまりにも混んじゃうと指定席の中でまあ立っていいよみたいな、そんな扱いにもなります。いや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 、まあね、結構それっていうのも大変ですよね。はい、というわけでこれ出発の案内をしながら乗車の案内をしているっていうのもなかなか激しいんですけれども、これでねドアが閉まって、自由席だけど指定席でもいいよところでなんとかドアが閉まっていくという感じになります。で、右側の時がドアを開くよみたいな感じになってるんですけれど、これダメなんですね。全然これ新幹線がこれ出発できないということで、次の新幹線は、また4分間隔なんで32分だかな、それか36分だと思うんですけれども、1分以上これベルが鳴りまくっていて出発ができていないって感じですね。で、左側はまだこれでも待機はしてないですね。あ、こんな感じですごいですね。はい、っていう感じで結構アナウンスが入るんですけれども、なかなか皆さん指定席の方に行く方は抵抗があるんですかね。ちょっとわかんないんですけれども、結構これ激しいアナウンスが入っております。はい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 、あれからですねもう1分ぐらい経ってるんですけれどもね、4号車5号車って言ってるんですけれども、これドアが閉まらないみたいですね。いやー、これちょっと端っこ、あっちの方でね見ていたら結構激しかったと思うんですけれども、全然ドアが閉まらないと。で、まあ、そうなるとどうなるかっていうと、これ左側の奥側ですね、神田寄りの方の列車で新幹線がこう待機するという感じで、もうすでにね手前の方に集まってきているという状況になっております。いやー、なかなか乗ってくれないんですね。ねえ、もう多分2分くらい鳴りまくってるんですけれども、全然ドアが閉まらないっていう感じになっているみたいですよ。閉まってあげてもいい気がするんですけどね、自由席やっぱりなかなかに熾烈なんでしょうか、全然ドアが閉まりません。はい、ということでようやくドアが閉まって4分遅れですね。つまりは次の新幹線がもう出発する時間なんですけれども、出発できずにようやく山美高校が出発をするっていう、やっぱ自由席がついている新幹線はかなりシビアですね。いやー、ですから、まあ、指定席の中でも8号車とか7号車の指定席と4号車と5号車の指定席では自由席の方が車内に入ってくるか入ってこないかっていうことで、正直言って、まあ、居住性とか、うわすごい混んでた、うわ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 ということで結構快適性に差があるかもしれませんね。まあ、そんな話をしているんで、次の新幹線が出発待ちもしてるんですけれども、これ入り待ちですね。 E3 系の翼号だと思うんですけれども入ってこれないということで、あそこの手前側のポイントの部分で今待ってくれているという感じですね。はい、今は放送がすぐに入ってまいりまして、出発をしてさっきの翼号がようやく出発できるということで、40分の新幹線の出発時刻にはなってはいるんですけれども、出発ではなくって翼が先に入ってくるようにねっていうことになってるんですね。
でこれまあよく見てみると翼号これ単体で来るみたいなんで、短い列車かなですね、ミニ新幹線単体で走るっていう、またこれちょっと珍しいのではないでしょうか。まあ、翼号っていうのも本数を増やすためにやはり小号ともう連結をしない翼号っていうのを走ってくるということでね、いや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 、ね、本当にね。というわけで7両編成の翼号が今入ってまいりました。はい、7の戦争がもう済んでるらしいですね。あ、だからこれ回答なのかな、というわけで、あ、これ何も表示がついてないパターンですね。だから車庫から出てきた列車っていうのもあるんですけれども、これだとお掃除がないんですぐに折り返しができるような形になりますから、まあ、比較的スムーズなのかな。というわけで7両編成の新幹線入場待ちをしていた翼号が今ここに入ってまいりました。でこれよく見ると今これ新幹線翼が入ってきたばっかりなんですけれども、奥にもう E5 系がこれ来てますね。ちょっとこれ遅れがだいぶ加算できてしまってるのかな。奥側に E5 系がこれ待機していて、時号が間もなくなんていう風な放送が流れています。一番右側の時号も出発のアナウンスなんですけれども、一番左側の20番線の時号っていうのもこれ出発のアナウンスになっているという号で、いや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 、ということは40分のまず新幹線が43分に出発をしていくということで、これで出れるのかな、出れるのかな、出れないかな、どうかな。というわけで今ようやく新幹線出るのかな、ゆっくりとこれでね4分遅れで出発をしてまいりまして、これで40分発なのでこれ3分遅れで、左側のやびこ翼号はもうすぐにドアが開けるんでドアを開くという話になって、時319号新潟行き、これもまたぎっしりとお客さんを詰めて出発をしていきまして、でこれが出ていった段階で翼号のドアが開いて、でも E5 系は東京駅に入ってこれないんで、あそこで待機をして、じゃあ本来44分発の新幹線はどうなるんだって話になると、これね E5 系を先に入れてあげるのか、それとも44分の新幹線を出すのかっていうのは、これどっちにするんでしょうか。さあどうなるんだ。とりあえずこれが今、線路は空きますよね。そうで答えとしては奥の E5 系が先に入れてあげるってことみたいですね。まあ、多分順序的には開けて入れて開けて入れてってことだと思うんで、出して出してっていうわけにはいかないのかな。ということで20番線に E5 系をまず誘導してあげるみたいです。でまあここポイントっていうのも手前側に2本使っちゃってるんで、23番線と20番線を使いながら出したり入れたりを同時に行うってことはしないみたいですね。あ、これもまたあれだ、この駅からの出発でお客さんが乗ってないお掃除済みの新幹線みたいですね。これ行き先の表示が真っ暗け、まあ、これはだから東京から出発する新幹線の数は多いけど、東京に来る新幹線はめちゃくちゃ混んでいるわけではないよっていう、まあ、そこが理由だと思うんですけれども、まあね、今新幹線がこれ入ってきまして、それで44分に出発するはずの新幹線の今発車ベルが47分46分半になって、この後出発できるってようやくそういう流れになっています。はい、でようやくじゃないんですけれども、一番奥側23番線から時が出発48分なんで、これも結局4分遅れでの出発かなだと思うんですけれども、時がですから結局なんと新潟に4分間隔で東京から新幹線が出ていくんですよね。普段はそんな数はさすがに走ってはいないんで、めちゃくちゃ大増発だっていうのがこれでわかると思うんですけれども、なんと4分間隔で新潟に行くことができるんですね。いやいやいや、でまた次の新幹線は待機はしてないんで、これでまあなんとか4分の遅れっていうのをどう回復していこうかなっていう、そんな話だと思います。で、まあ、こっちの新幹線等々ももうドアが、ね、すぐ開けることできますので、こっちはスムーズですよ。ホームの混雑はそこまででもないみたいです。いや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 、というわけで東北新幹線がかなり限界な工程を組んでホームを運用しているっていうのをお分かりいただけたのではないでしょうか。ちなみに東海道新幹線はと言いますと、まあ、このように、まあ、ホームはなかなかに人が並んでいまして、まあ、一重二重三重ぐらいにこうめちゃくちゃ列になっていて、自由席っていうのもこんな感じでしっかりとしたこう列が組まれていて、東北新幹線に比べると、まあ、さらにこう本気度が増しているというわけではあるんですけれども、ただやっぱりこう新幹線の停車自体にはやっぱり余裕があったりとか、これ小玉号とかですと自由席が普通に空いていたりっていう感じになるんで、まあね、うん、まあ、例えばこれも大体これ一つの列に、まあ、30人ぐらいか
いや、あ、違うのかな、これ端っこ、ん、あ、ここまで行くのかな、だから通路は欠つだと思うんですけれども、まあね、これはこれで結構人の数が半端ないわけではあるんですけれども、まあ、それでも多分全く座れないってわけじゃなくって、そこがやっぱり新幹線の数の暴力ということで、のぞみ12本ダイヤで、そしてホームの運用っていうのもこのように、18分とかかな、一番早くて、こっちは12分だ、15分っていうのもあるのか、これも結構激しいかな。東北新幹線だと16分だったんで、こっちは15分なんで、結構ここはタイトかとは思うんですけれども、まあまあまあ、でもね、やっぱりホームが6本なんで、さっき皆さんにご紹介したように回送を含めて、まあ、すぐには出発しなくても大丈夫っていうようなオペレーションが組まれているということみたいですね。これ何にせよこの左の新幹線12時発なんですが、ドア開いたのは11時54分なんで、この余裕ですね。さっきの東北新幹線は出発3分前かにドアが開くんで、自由席これは3分で乗ってくれっていうのはなかなかしんどいということになって、まあ、そうなればじゃあもうね、混んでじゃあ指定席の方に行きますかって話になるんですけれども、こっちはこう6分なんで、まあじゃあまだ私乗りますよって方もいれば、次の新幹線であれば 1,2,3,4,5,6 人なんで、この後30分か待てばまたこれもね座ることができそうなんで、奥の多分3号車とかもまだ4人ぐらいしか並んでないんで、この選択ができるっていうのが東海道新幹線の一つの時間的余裕なのかなっていうのもここで感じることができました。まあ、こっちもなかなかこう30人ぐらいは並んでるんですけど、でも結局新幹線の1列が20ぐらいかなってことを考えると、まあ1本逃せばこれまだ全然余裕かなっていう感じですよね。まあ東北新幹線も結局いろんな新幹線が含めて4分間隔ってことになっているんで、まあ、そう考えるとなかなかに激しいわけなんですが、まあでもこれやっぱりね、次の日やつは博多駅だからかとは思うんですけれども、まあ、こんな感じで待ってる方っていうのもいるんですけれども、まあ選べるかなっていう、それが東海道と山陽新幹線で、ね、違いますね、東北新幹線との大きな違いかと思います。はい、というわけで今回は年末年始日本一忙しい新幹線の超繁忙期を皆さんにご紹介させていただきました。特に東北新幹線を今回は中心にご紹介させていただいたんですが、4分間隔1時間に15分の新幹線をどのように動かしているのか、出てってすぐに入って、そして自由席で混んで遅れが増大してみたいな、これが年末年始、まあ、含めた帰省 U ターンラッシュの東京駅の実情となっています。そしてまあちょこっと対比的に東海道新幹線もご紹介したわけなんですが、東海道新幹線もこう出てすぐに入ってくるんですけれども、やっぱりこうホームが6本あるっていうのが非常に大きいかとは思いますので、実は東海道新幹線ののぞみ12本ダイヤがもう結構クローズアップされるわけなんですけれども、東北新幹線だって4本のホームで15本やりくりしてるんだよっていう、隠れた日本一忙しい新幹線となっていますので、まあ、なかなかこれ見に行きたくはないよって方が多いかとは思うんですけれども、新幹線たくさん見たいなって方いらっしゃいましたら、ぜひよかったらこの東京駅等々に来られてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。